皆さんこんにちは、みやこです。今日はミミズことすりざりをプレイしていきたいと思います。いきなりですが、あなたたちがミミズの何を知っているというのでしょうか。少しばかりですが豆知識を披露させていただきます。彼が真ん中で切断された場合、頭のある上半身は完全に再生することができます。一方、下半身は切断されてもしばらく動けますが再生することはありません。あなたたちがもし間違えて彼を切断したとしても罪悪感に駆られる必要はありません。それでも彼らは生きていくから。そして彼らは体を分裂させてクローンを作り出し増殖することができます。彼らは驚くべき能力をいくつも備えているのです。下等な生物だとは思わず、この後の映像をご覧ください。はい、ということで、プレイしていきたいと思います。はじめに、お伝えしておきたいことは、私は岡山県出身なので、虫耐性が通常よりついてます。だからといってこの映像は案件ではありません。そしてこちらのゲームなのですが、なんとなくぶつかっちゃいけないんだろうなというルールしか分かってません。気になる方はご自分で調べてください。すごいヤマタノオロチみたいだな。はあ、恐ろしい。なんてカラフルなんだ。美しい。おお、いつまでも。ちょ、貴様やりやがったな。許さねえ。武装して戦うゲームが多い中、こちらのゲームは肉体のぶつかり合いのみ。旗が一徹。とまあ負けてしまいましたが、いい経験になりました。このゲームは人生を表していると思います。奥が深いので皆さんぜひ考察してみてください。